一般社団法人日本ペンクラブは国際ペンクラブの日本センターであり、日本の文筆家で構成される法人。元外務省所管。P、E、N のいずれかに該当する文筆業従事者によって組織され、言論の自由、表現の自由、出版の自由の用語と文化の国際的交流の増進を目的とする NGO である。 1935年11月26日に設立され2012年12月17日現在で1758人の会員を有している。日本ペンクラブはその団体としての性質を次のように説明している。日本ペンクラブはロンドンに本部を持つ国際ペンの日本センターとして1935年11月26日に創立されました。当時の日本は 満州事変後に国際連盟を脱退して国際的に孤立に向かう状況に置かれていました。それを憂う動きがリベラルな文学者や外交官の間にあり、ロンドンの国際ペンからの設立の要請を受けて当時第一線で活躍していた作家、詩人、外国文学者、評論家の有志の賛同を得て、文豪、島崎闘村を初代会長として日本ペンクラブが創立され、 同時に国際ペンの日本センターとしての役割を担いました。その後の日中戦争、太平洋戦争下で言論弾圧が厳しくなった時にも日本ペンクラブはロンドンのセンターと連絡を取って唯一世界への窓口であることを守り抜きました。日本ペンクラブはその創立と歴史が示すように平和を希求し表現の自由に対する あらゆる形の弾圧に反対するとの精神に賛同する P、E、N が集まり、独立自尊をモットーに活動をし続け、日本の言論会をリードしてきました。歴代会長には、その時代を代表する作家が就任しています。日本ペンクラブ、日本ペンクラブとはより同時に、日本ペンクラブとその会員に対して、国際ペンクラブの定める国際ペン検証の遵守を求めている。 日本ペンクラブの会員資格は、自費、自主出版を除く、文芸的著作物が2作品以上ある作家に限られている。日本ペンクラブは表現の自由を守るための組織で、あって、同じく職業作家による団体でも、日本文芸家協会など文筆家の職能用語を目的とする職能団体とは全く性質が異なる。1935年11月26日、 国際ペンクラブの春からの要請を受け、外務省文化事業部の課長、柳沢健が、分断に呼びかけて、国際ペンクラブの日本センターとして創立。初代会長は、島崎東村。他に、正宗白長、徳田修正などが参加。第二次世界大戦中は活動休止の状態であったが、1947年に再建。国際ペンクラブにも復帰。 1957年9月、東西文学の総合影響をテーマとした東京、京都での国際ペン大会を主催。1958年、ソ連政府がボリス・パステルナークのノーベル文学賞授女を辞退させた際、日本ペンクラブは、ソ連政府よりの姿勢をとり、平林太鼓、エドワード・ジー・サイデン・ステッカーらが、それを批判した。 1959年に来日したアーサー・ケストラーも日本ペンクラブの姿勢を批判した。1965年、創立30周年を記念し、創立記念日がペンの日に定められる。1970年には韓国での国際ペン大会、台湾でのアジア作家会議に対するペンクラブの行動に抗議して、松岡陽子理事、小田切秀夫、大江健三郎が脱会。 1972年には、ペンクラブ主催の日本文化、研究国際大会会,会式に皇太子を呼んだ、ことへの批判から、柴田蓮三郎、佐野洋、松本清張、梶山敏幸、城山三郎、正木博士が脱会した。1974年には、ペンクラブを代表して、藤島康介、白井康二が、牧政紀独裁政権下の韓国を訪問。 禁止下へのの死刑判決を文学活活動動ではなく政治活動によるものとコメントしたこの発言に抗議して7月24日に有吉沢子理事は、ンクラブは序列の厳しいところで、理事と言っても名前ばかりで権限はないと断った上で、個人の発言ではなくて、ペンクラブ代表の発言として、このような発言をされたなら、侵害だと脱会を宣言。 7月30日には、柴良太郎理事も脱会を表明。これに、瀬戸内春美、水上勤務、立原正明が続いた。安岡翔太郎や阿川博之理事も、藤島と白井の法官に合イ員を出したのは、失敗だったとして、理事辞任の意向を漏らし、ついには、芹沢幸二郎会長も辞任に追い込まれる事態となった。この、藤島、白井事件以降、 野坂昭之、五木博之、三好徹ら23人が集団入会、1977年の理事選挙では、進歩的と呼ばれる作家が執行部の多数を占めたが、これに対し保守的な立場から政治的に都党を組んだ者たちに乗っ取られたとの批判が紛失。幼い高雪、真湯敏郎、村松強が脱会する事態に至った。百八十四年三月、 格上強化における文学、なぜ我々は書くのかをテーマとし、東京では2度目の国際ペン大会を主催。ゲストとして、ロブイコールグリエ、バキン、ボネガット等が招かれた。このテーマには、政治的活動をしないというペン検証に違反しているとの理由で理事の江藤敦氏が反対し、大江健三郎と論争になった。思想、良心の自由の徹底した用語を訴え、 また表現の自由に関わる知る権利を擁護する立場から国家機密法などにも反対する声明を出している。井上、後田、浅田、吉岡と直近四代の会長はミステリ、ー、SF、ホラー、ユーモア小説、ノンフィクションなど戦後新調してきたタイプの娯楽小説分野で実績を築いてきた作家が続いており、純文学作家か評論家が代表を務めることの 多かった、同団体としては異色の傾向を示している。井上以前には存在しなかった、直木賞受賞作家の会長が3代続くことになる。2021年5月25日より、第18代会長に選出され、女性初の会長となった。梅原武島では、日本官僚制総合辞典1868から2 0 0による。ありがとうございます。